うわもうやっぱそういうことだったはいでは皆さんこちらで動画をご一発で動画再生していただきありがとうございます本日はラストランこちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします前回ね新しいキャラクターとしてドワーフの王遊具っていうのが、ね、出てきました遊具っていうのはあるか村長と知り合いでまた何か企んでるようなキャラクターでね次の段階に行ってはいいんじゃないかみたいなことをコンロン村のね夜行っていたんですよね あれが結局どういうことなのかなんかルー文字がうんちゃらとか言ってたりブリトラの話が出てきたりっていうことで物語の終盤なんですすけどもまだ隠されてる何か秘密秘密密大きがありそうです前回はまあ今言っていた通りコンロン村にねみんなで行くっていうお話があって、まあ、その中でまたメルトファンがね元気にやってたりっていう嬉しい再会もありつつロイドくんのね嫁になるのは私だみたいなねそういうお笑い的なお話もあってその中でちょっとリホちゃんがね一歩リードするような感じだったんですけど 引き続きこのままコンロン村でのお話になるのかなと思っております、えー、今週は一体どうなるのかそこらへん皆さんと一緒に楽しく見ていきたいなと思っております、えー、皆さんも録画したものもしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞはいスタートでーすあやはりコンロン村からね んみんなでどこに向かってんだこれはまさかキロかいや違うよねんああそうなのブリトラの前回ね遊具とアルカ村長の話の中でブリトラの話も出てたけどもうんそれは重要だねそれにこのまんまねセレンのねベルトの中にいるわけにもいかないからね <laughs> しっかりなんかペットをこう引っ張ってるかのような <laughs> でそんな中ロイドくんはちょっとボーっとしてますね。ありほちゃんにあれかぶっ飛ばされちゃった流れがあるから散歩ってことにしてたけど <laughs> いや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 まああったっちゃあったようなないっちゃないような。 ついに出てくるラストダンンジョンおいこれがラストダンジョンなのねダンジョンっていうからてっきりねあの地下に向かって入っていくのかと思いきやあんな山の中に中枢にある感じなんだねここのラストダンジョンの中でブリトラを直すっていう流れなんだけどなんか封印がうんちゃらって言ってたからなんかあれだよね入ることはできても 中のもののもが出ることはできなななないいみたいな感じなのかなだからそこら辺をねあの宋とかっていうキャラクターがまたなんか考えてたりっていうところがあったよね。だからいよいよ今回あれじゃないこのコンロン村の方に宋とか昭マが現れるような展開になるんじゃないかな。もうならないとね終盤だしね。 んでもうアルカ村長とユーグが話していた内容を全貌を明かしてもらいたいです。まあ、どっちにしても全部あれだろうね。あのロイドくんがワンパンで決めていく流れになるんじゃないかなって思うけどあけどメルトファンの活躍とかも見たいなこっちでどれくらい強くなったのかっていうか。で僕の中で最終的にはロイドくんはマリーさんとうまくいった。 もらうこれが一番いいですいい流れですさあどうなるでしょうかさあ例えば映画の中盤のように悪役がチラチラするクライマックス一歩手前ってことは昭和とそうやっぱ出てくんじゃないそうダンジョンらしくないよねえっ牢獄ダンジョンなのに牢獄じゃあやっぱ そ封印っていうのはよっぽど悪いやつでも入ってんのかないや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 あ,あ眠ってんのねえ魔王の連中わんさかいるのうん遊具もここら辺詳しいんだね隠すためにあそういうことなんだ あドワーフも珍しい世の中なのねうんロイドは知らなかったんだね <laughs> いやいやいやまあ確かにこの中入ったらロイドくんでもあれなのかなうーん ね、いろいろとねなんだなんだえどういうこと無意識かにもう全然分かんないねはあなるほどけどそれでもいまいち分からないああさせん 本当にすいません読解力はないもので <laughs> そうねけどそれは結局そうよ遊具が言ったんだよね <laughs> 話変えたうんー えあれが鍵だったのああまあロイドくんが抜いちゃったからねそうだねふんいやこの遊具そうマそうマじゃねえやしょうまとかそうと一緒。 そっち側の人間ななんじゃない実は今さ政権の場所を確認してさあの表情は、まあ、あっち側ってわけじゃないのかもしんないけどなんか行ったり来たりしてるそれこそ道化師的な立場ええー、っ <laughs> いやまさにそれえー、お肉いやいやいやおかしくないか <laughs> ベルトで

清めてあふんってえ何それ3時間も煮込むのよく大丈夫だねあいつ戻ったのか元の体になんかモンスターボール的な感じかなこれはえデコピン えどういうことあ痛みがいやアるかさん弱くなってませんむしろいやいやブリトラむしろ封印されちゃったんじゃないいやいややっぱりやっぱそういうことこいつ裏切ったんじゃないか <laughs> マリーさんにとってはね 今や絶好ののあれだね反撃のいやそうなんだけどもおおちょっと雰囲気がそれを許さないね <laughs> いやいやいやできないね体がもう拒絶しちゃうんだろうねええちょっと待ってちょっと待ってこのまんまでいいの アルカさん弱体,者弱体化したまんまだけどああ一応復活はさせる流れなのねこのまんまこのブリトラをなんかしちゃうのかと思ったよ俺んこれのおかげであれじゃない悪役がチラチラきちゃうんじゃないいやこいつ何なのよ ああれじゃん強かったやつじややっぱやばいよ遊具ほらほらほらうーんおいえー、こんなところに しかも今のアルカ村長やばいんじゃないよかったこれくらいでむしろ済んでただロイドが残ってるから町に何とかなりそうだねうあ、もうやっぱそういうことだったそっち側だったのねお前も。 最悪最悪作り直す頼れる英雄ああそういうことかそうは過去の英雄だしねああまさか全員あっち側のあれだとは。 いや、みんなちょっと戻らないなんか忘れ物が的な感じで。せめてマリーさんだけでも今の反応。へへへ。んー、のんびりしてるね、空気が。おなにこいつ、一人で来たもん。ああ、な知らんぷりして。いや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 。 悪いやっちゃああやばいやばいあーマリーさん行っちゃったとりあえずマリーはもうダメだこの3人はいてほしいなロイドの帰り待ってんいやいやちょっと残っててほしい誰かはあーダメか うんいやいやいやちょっとユウグさんなんだ探させたいのかあえてえどういうこと何がしたいんだ。 このままだとあれじゃない探してたらあ、それともこっち側に来てほしくなかったのかなあ政権か政権をダッシュするのにおいメルトバンいやこれは戦力になるんじゃない今ほら来られちゃ困るような焦りが見えたしこれは想定外なんだろう遊具には。

なんんんだだだかねね嬉しいんだろうね午前試合なんか今そうそうどうでもいいよね、まあ、とりあえず先に早く戻ってくれてよかったわ <laughs> ご機嫌かででよしょうまとかそうもいるのかな あれなんだなんだああ戦力をそごうとしてんのかないやけどそれはあれじゃない売る気はないんじゃないかさすがにとりあえずセーフだね それとも最初ウマとかから情報をもらってたんじゃないかなおいすごいやばい <laughs> お金持ちおいパンツ履いてるんでしょ一応あれ後ろに <laughs> 見られちゃったうーん怪しいお店なんてあるのかねここに そういえばメナちゃん行ってなかったもんねあの村にねうんいやこれどうなるんだこのメナちゃんここで出てくるっていう流れはいやもうないじゃんもう全部食べちゃってるじゃん誰のお見舞いだ ここでまた出てくるの六畳の。いや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 、また出てくるなんて。おとなしくね、一応してたのね。いや、<laughs> マリーさんのことかな <laughs> いや、ロールさん、ちょっと悪い顔や。 <laughs> 売れるかもねいやその政権なんですけどもそううんなんかやられてたもんね「何に見える?」って聞くやつ。 おーおーおおおそうそれよまさにあーこれで繋がったわリホの中で変な音あーしょうまか変な音あ、遊具だおおリホすごい繋がった いやいやそうよちょっとリホちゃん動いていやリホこれ午前試合でなんかある感じかなんん?「滋王の国語」っていうのもあれなのかなモブじゃないのかな 午前試合する相手もまた出てくるわけだしね。<laughs> うーん、かわいそう。<laughs> クロムさん好き。愛の面って届きそうだな、ガチで。まあ確かにな、もし届いたとしてもね。おお、アラン、どうした なんだな逃げたいのそうだ戦うのはねロイドじゃなくてアランなんだよねいやそれはけどいい意味で刺されてんだろうけどねえノイズマン <laughs> いや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 かわいそういろいろ。 <laughs> いやつらいねあランねまたかおいえちょっと待って何でいるのえあっちの国王と一緒にいるのかもしかしていやー いや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 ちょっと待って流れが怪しいあここでとうとうりほちゃん <laughs> もうええってもう本当にファンキーな王様だなもうそこは断定しちゃえばよかったのにうんだからやっぱ午前試合で何か起こるわあの王様側にいるから よしよしよしうんそこも大事だね <laughs> 出来合い溺愛いや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 おいおいおいぐいぐい来るじゃんか <laughs> もうあの人に任せりゃいいやみたいな私たちゃ行かないよっていう、ね、あまだ閉じ込められてるんだねロイド君まだ見つけられてないんだ いやあるねこれでますますロイドくんに惚れちゃうねおい来たよほらよかったねそこだけがあれだけどねちょっと気に障るけど。 まあこの穴のこと知ってたの、ね、いや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 すげえな。ねえ。ああそれは怪しいねうーんだからさっきあのウサギとかあ近くてうーん。 それがそうなんだろうけどねうーんロイドくん敵やわうんだからその考えだけちょっとねまあ、けろこんろん基準で言ったら確かにお会いしなんと言ったらいいかあラッキーあれか村長ラッキー うんこの世界をこのままで言い,い込まさせてたまるものかやっぱ何かしらのあれだよね遊具との会話の中にもっとなんかあるんだよな出た勢ぞろい本会って何なのよ封印解いて んんあーあいつか吹っ飛ばされたあの女の子ええー、あっこれどうかな間に合うかなロイド。 うーん午前茶そうだったねなんだ何か秘策ありなんだねよかったいやけどなんかあの遊具側がっていうかまあ昭和側がまた三駒さんを使ってきそうな流れだね あれこなミコナさんだったら軍の中に紛れ込むこともできるしってことなのかなこれで大体体勢ははっきりしたねだから遊具、まあそうみこなさんとあのじ午前試合に来る国はあっち側なんじゃないかなでまあそれに対して。 まあ、リホが今進言してるだろうから何かしら準備をしててくれればいいんだけどねアザミがね。デロイドとアルカ村長の秘策を携えてギリギリで登場って流れかな僕の予想では。でそこでいろいろありました終わってその次最終回平和に終わるって流れじゃないでしょう いやー終わっちゃうねこの作品もっていうかこの作品だけじゃない全部終わってっちゃうんだよねあーあもう終わりか4月になったらけどそしたらまた新しいアニメも始まるしねいやーもうちょっとあれだなこのマリーさんとかとロイドがくっつくような流れが俺は個人的に見たかったなただマリーさんが推しなだけだからしょうがないんだけど。 はい、というわけでね、今回、ラスダ見させていただいたわけなんですが、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり、僕の歴史に対するコメントなどお待ちしております。以上動画も一つでお送りしましまた。バイバイイ。